パリ市庁舎にあるパシュのゾウジャン・ニコラ・パシュはフランスの政治家である。パシュはアルデンヌ県で生まれているがパリで育ちスイスの家系を持ちカストリーズ原水のホテルのコンシェルジュの息子である。彼はその原水の子供たちの家庭教師になり、ついで海軍省の一等小機関、必需品の責任者、王室の会計監査官になった。彼の家族とスイスで数年を費やした後、 彼は革命の開始時にフランスに戻った。彼は引き続いて内務省と戦争省で雇われ、1792年9月20日にルクセンブルク局によりパリの第三複製案社に任命された。こうした経緯で通知がもたらされ、彼は1792年10月3日に戦争国務長官に就くことになった。 パシュは彼自身ジロンド派であったが、彼が不適格であるとして、彼らの敵外心を呼び起こした。しかしながら、彼はマラーの支援を受け、彼が戦争省でグールノンビルにより更迭された時に、彼はパリ人により市長に選出された。その立場で彼はジロンド派の失墜に貢献した。ジャン・ニコラ・パシュは1793年4月15日に、 国民議会で22人の階層的、ジロンド派指導者を職務から外す請願を申し立てた最初の人物であるという。彼は、嘲笑にあったが、コミューンは、その22人のジロンド派会人の請願を公表したという。1万2000の署名を揃え、それを4月18日に議会へ提出した。その請願は再び議会でジロンド派による嘲笑にあった。しかしながら、 パシュとショーメットは5月31日に議会で抗議行動を起こした。国民軍が出動し議会場に到着する中、議会は脅迫的な集団を沈めるため最終的に22人の権限以上を強制された。パシュはまた議会の前の4月18日にパンの価格の上限に関する請願を持ってきた。コミューンからの脅迫と共に議会に出され、 上限価格は5月4日に投票された。6月2日にパッシュは憲法問題に注意を向けるようになった。彼は部門宛に部門の彼らが人々を時代のために再び戦うようにするよう要求を書いた。すなわち約束された新憲法である。不運にも彼のエベールとショーメットとの関わりとロベスピエールの敵との関わりは百九十四年五月十日に 彼の逮捕へ繋がった。ジャン・ニコラ・パッシュは、より議会よりのレスコーフルーリオにより、市長に復職したという。彼の安全は1795年10月25日の、御社のおかげのみである。1799年のパリの市民、病院代理人としての活動の後、彼は公務を引退し、1823年11月18日に、ティーンイコールルイコールムーテで生涯を終えた。 ジャンニコラ・パシュが単独で、ジロンド派を倒したわけではなかったとはいえ、彼の決定は重要な役割を持っていた。パシュは、当時のパリで政治的状況を変革するキーマンであった。パシュはまた、パリの人々に真の力を与える助けとなった。パリの人々は彼らの要求を通すために議会に、強制して、まんまと議会の面目を潰し、議会は、テルミドールのクーデターが、 ジャコバンクラブとサンキュロットの力を粉砕するまでこの失われた力を回復しようとしなかった。パリの人々はこのことを決して忘れることがなく、武装した人々の伝説は長期にわたってフランスの革命的伝統に影響を及ぼした。バリケードへの突入に対するパリ人住民の心構えの中で19世紀と20世紀を通してである。ありがとうございます。